富士急行、富士急ハイランド高飛車後飛車は、山梨県富士吉田市にある、遊園地、富士急ハイランドの大型ローラーコースターの一つ。2011年7月16日開業。富士山、ドドンパ A ええー、じゃないかと共に園内、四大コースターとなっている。キャッチコピーは、おいで、かわいがってあげる。お高く止まりますけど、何かあかん、など。 リニアラン地方式による直線加速と高所まで巻き上げられてからの落下があるコースターである。特に高所からの落下では最大落下角度が121度あり、2011年7月に落下角度が世界一のローラーコースターとしてギネス世界記録に認定された。ちなみに同年12月23日、オーストラリアのテーマパーク、 ワーナーブラザーズムービーワールド内に開業したグリーンランタンコースターの最大落下角度が開業前の交渉値で122.4度と発表されており半年もたずして記録が破られると思われたが実際は120.5度だったため記録は更新されなかった2019年10月25日にアメリカのテーマパークニコロデオンユニバーステーマパーク内に開業した TMNT シェルレザーの落下角度が121.5度となっており、記録更新された。同園の他の屋外コースターと比較すると、高宇時の運行に強くなっている。これは、原則に永久磁石を用いた非接触式の渦電流式ブレーキが採用されている。ためで、従来のようなブレーキ板をブレーキパッドで挟み込む接触式では、 雨で濡れていると摩擦が軽減されて減速しにくくなってしまうが、非接触式であれば、雨の影響を受けにくいため効率よく減速できるからである。全洋交尾車の駅舎内にあり、交尾ーー車のグッズや乗車中のライドフォトを販売している。アトラクションの出口と直結しているが、アトラクションを利用しなくても入ることができる。交尾ーー車地獄の三沢交尾車ウェディングエヴァンゲリオン。 高飛車、エヴァビシャヒシャ午後飛車高カ車ャ高飛車のラッピングを施した、富士急行バス。中央高速バスで運行ツイーディー、ジョアンナ、ドントルックダウン、ジャパニーズテーマパーク、セットツーテイクザタイトルオブ、ワールズスティピストローラーコースターフロム UK、S フラミンゴランド。デリーメール、h t t p w w w d e l i m a c o u k トラベル。 アーティクルマイナス200万3840高飛車ワールズスティピストローラーコースター富士旧ジャパン HTML 2014年5月2日閲覧コミックナタリー時刻のミサワが後飛車キャラを富士急ハイランドで展開2011年8月31日チーム S から小野春香、松井樹里奈チームキーから石田杏奈向井田真夏チーム E から上野玉と 金子しおり、木本カノン、中村ゆか。石田、向井田、上野、金子。選出は、じゃんけんによる。AB ナタリー SKE48、富士急ハイランド新絶叫コースターに大興奮2011年7月16日。お笑いナタリー、後悔しても知らんで坂田が、富士急最新コースター CM に登場2011年7月19日。 ありがとうございます。